週刊少年ジャンプの公式ホームページによりますと、漫画ドラゴンボールやドクタースランプなどで知られる漫画家の鳥山明さんが亡くなったということです。68歳でした。ドラゴンボールやドクタースランプなどで知られる漫画家の鳥山明さんが亡くなったということです。68歳でした。常識では考えられない出来事、アンビリバボー。あなたの身に起こるのは明日かもしれません。